さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ今回紹介する動画はですね、この間のシーズン僕が滑りましたワンターンでございます。まずヒールサイドでお尻ついてブワーってカービングしていく中で、 GoPro、 あのちっちゃいカメラあるじゃないですかね、僕いつも撮影あれ使ってるんですけども、 GoPro を雪面に置いて膝の下を通したいなと、これ成功ですね。雪かかっちゃいましたけれども、カメラは接触しないでうまく膝の下 GoPro 通すっていうラインが作れました。同じような感じでこれ遠サイド側もカメラ前うまくめがけてライン気にしながら入ってきて、ポジション作って今度は脇の下カメラ通そうって思って遠サイド一発で成功できたんです。ナイスでした、イエーイ。これ実際の速度だとこの感じです。3つのカットを実際の速度で見ていただくとこういう感じ、結構速いんですね。まずこれヒールサイドターンとしてお尻ついてしっかりこのポジション作ってカメラを膝の下通過させたいなって思ってるので、エッジングをしっかり鋭くかませようっていうのはあんまり重きを置いてないです。とにかく膝の下カメラがうまく通過するようにって思っているので、そこまで板踏んでるっていう印象はないんですね。でこっちの遠サイド側もうまくこの脇の下カメラ通したいなって思っているので、上半身の動きにしながら足元でグッて踏み込んでフルカービングしに行ってるっていう印象はあんまりないなっていう感じです。ポジション気にしてどっちかというと足元はリラックスさせておいて、多少板がブレても多少板がずれていっちゃってもあんまり気にしないで、このかっこいいであろう姿勢をあのカメラにうまく臨場感を持って残したいなって思って滑ってる次第でございます。そうすると見た目やっぱりかっこよくなるなっていう感じです。よーく板見てください。多少板がわなんわなんって見える時もヒールサイドはちょっとあるので、カービングの質しっかり高いところでポジション持ってなるとかなり難しいですけれども、多少板ずれても多少板流れてもいいけど、スタイルをかっこよく、ポジションかっこよく滑ろうっていうのは結構叶いやすいので、ぜひともこのワンターンでのスタイル遊び、皆さんも楽しんでみてください。それではまた。スノーボーダーの青木玲でした。